いやなんか食うか、なんか食ってすぐ行こう。誰かでもメルヘン親部で待ってるって人いたけど、どこにいんのかな。メルヘン親部到着しましたよ。メルヘン親部、親部市の道の駅でございますね。なんでもいいや、たこ焼きでも買おうかな。花に入ればなんでもいいや。たこ焼き450円、お好み焼きが450円。アロミンかぼちゃ売ってないか見てこよう。アロミン用のかぼちゃ、うわまだ売ってないな。売ってないっすね。見たらすぐ分かるけど、まだ売ってないや。富山の米買った。米も売ってんだ。ここ食べる黒芋コロッケ、チキン。親部名物の料理って言ったら何だろう。ビアの取り方が下手くそで使われています。白いビバーが売ってるとこは違いますよ。あれは新港、新港のあのカモンパーク新港だ。何食べようかな。足湯もあるよ。カレーパン、アメラカプリン、たこ焼きか。たこ焼き売っていくか。アウトレットに入ってらんないよ。これパッと店先で、軒先で買ってパッと食ってすぐ行くわ。トツしてるとか言ってた、あのアウトレットでじゃなかった、メルヘン親部で待ってるって言ってた人はちょっと今すぐお願いします。あんま長居しないで。たこ焼きかお好み焼きでいいっしょ。じゃ20分も待ってらんないよ多分。たこ焼きが有名だ、有名ってわけじゃないけどさ、もうパッと買って帰るもん。今休憩中って書いてあるわ。休憩中だって、休憩中だってさ。なんだよ、あ昼時に休憩してどうすんだよ。昼時に休憩したあなた、え二人体制じゃないのこれ。二人体制でやってんじゃないの。一人で回してんのがあの店。もう一個の店行くわ。そこはあのたこ焼きとか売ってないと思う。あのコロッケとか牛串とかになると思う。新米試食販売とか何だけのなんか買ってくるか。そうだね、たこ焼きなんか 2,3 分かかるってさ。 2,3 分でできるって。2,3 分待ってるわ、うん、今のうちにしばしなんか茶でも買って、茶どこだよ。自販機どこにあるの。中かな。あ、自販機はここにある。
風車めちゃくちゃ回ってるよ。ここに風車が、風車、風車がよく回る。あれ、あれ回んないよ。だいぶかかった気がする、ね、だいぶ時間かかった。犬に警戒されてた。じゃあパッと振ってパッと行こう。何休憩中のがあるんだろう、ね、休憩中ってなんか よし、食べよう。山頂だ。食べます。ボンボリリュックサックに積んでるよ。リュックの中にあるよ。リュックサックの中に積んでる。
車両乗り気にしたわけね。自転車自転車自転車どこ止めてもいいよこれ。駐輪場なんないよここに。駐輪場ないよ。自転車で来るやついないもん。あ、いるかでも。いただきます。いただきます、ね、こちらね、パッと食べて、パッと行きますんで、私ね。あ、今ね、富山県の小矢部市、ね、小矢部市に向かってるけど、小矢部市にいますよ、今から富山市の方向かっていくから、メンヘラ親部じゃなくてね、メルヘン親部ね、メルヘン親部。たこ焼き食べてる。揚げたこ焼きだねこれね。揚げたこだよ、揚げたこ。これを最後の休憩にしたいんだけど、こっからノンストップでそのまま富山まで行きたいの。ゴール免許センターだよ。そう、免許センター。いや、でも冷凍じゃないと思う。あ、まあ冷凍か、わからん。冷凍かもしんない、何でもいいよ。氷見の番屋街が5周年。もうそんな経ったの。氷見は全然違うわ。氷見はちょっと七尾方面だから違う方向だよ。冷凍たこ焼きあげてるかもしれない。アメリカまでは多分いかんわ。
なんかトロトロですね。車が問題だよね。車は今日取りに行く予定だよ。今日多分今ね170キロぐらいじゃない。うまい。味覚障害多分ありますよ。まあ劣化されてるかもしれない。やめてよ劣化するの。尻痛いですね。スズメが死んでる。本当だ。え、スズメが死んでる、マジで。え、マジでスズメ死んでるわ。え、本当にスズメ死んでる。そこになんで分かったの。本当に死んでる。スズメの死体が置いてある椅子の上に。あそこの椅子の上に。え、置いたの、あそこに。わざわざスズメの死体を。誰わざわざ置いたのか、たまたま見えたのか知らんけど。マジでスズメの死体が。マジの死体じゃん。マジの死体だったわ。覚醒とかじゃないと思う。本当に死体落ちてるわ。マジで死体落ちてる。スワイもだって死んでんだよ。まあいいや。スズメの死体にそこまで興味ないですね。いや、埋める時間ないですよ。多分これ誰かが見つけて、この関係者が見つけて処理してくれると思うけどさ。怖いね、あの死体が落ちてたらね。じゃあ行きますか。こんにちは。先ほどトンネル。そうです、トンネル。そうですよ。どこ行かれるんですか。今、富山の富山市の免許センターのところまで、今、福井からずっと来たんですよ。なんでそこへ。あそこにね、自転車の自販機ってあるんですよ。自転車の自販機があるんですよ。これをそこで買ったんですよ。で、そこをゴールにして、往復なんですけど。あ、そうなんです
これそこで買ってそのまま一回服行って、で今袋でずっと来てます。何してる？普通に自転車で行ったり来たりして。あの富山の免許センターまで。あ、あそこはもう上りだったんで、もう上りだしちゃって、歩道も何もないから。危なくて。行ってきます。はい。行ってきます。私は。よいしょ。たまに見てる。え？たまに見てる。本当ですか？リスナーの方ですか？え、スズメの死体置かれました？そこに。え、このスズメの死体コメントは今でした？いや、違う。え、違うの？違う。え、違う人なの？嘘でしょ？何人か見てんのこれ？ちょっと待って。え、そこにスズメの死体があそこにあって。あれ？なくなってる。あれ？スズメの死体なくなってる。あれ？たまに、え、さっきコメントはされました？あ、コメント。あ、よかったよかった。じゃあ先の人か。じゃあ一緒に行きます？行きません。休憩中。あ、休憩中。休憩に寄っただけなの。あ、休憩に寄っただけ。仕事中。あ、仕事中。え、ギリギリ時間あったってことですか？あ、それよかった。たまたま寄った。え、親部の人がですか？親部の人。あら。そう、今昼か、ちょうど昼時刻だから。そうですね。うん。もう眩しくて、これ今でもう一人え今前映した親部のね、そこで前去年はね、でかいお化けかぼちゃを撮ったんだけど、多分見てました。今年はどうですか？起きそうですか？あんま来ない、うん、なんかスズメの死体を本当に、うん、タレント気取りじゃなくて、あって今日祝日だけど、祝日初期え、その放送を映ってじゃあ頑張って行ってきましょう。じゃあ、しまじゃあ、わしのせっかくだから名前とかなんかつけてました？いつも184で言ってます、ね、184で、これを何枚欲しいですか？1枚でしょ。これ、あの、古い名刺ですけど、毎日配信してるタイプ。毎日配信してないそれ以来名刺を作ってないんですけど、頑張ります。ありがとうございます。ああ、そうです。行ってきますか。普段はどんな配信見てるんですか？普段は普通になんかやっと見とるだけなんで。見とるだけなんで、うん、たまたまだ。じゃあ本当にたまたまここで休憩しようかなっていうか。よかった。それはチャリが見えて不幸の名刺じゃないですよ。じゃあ行きます。はい、いってらっしゃい。バイニー。よし、やっぱ見られちゃってたよね。あの、トンネルで見られちゃってたよ。トンネルで、あの、押してるところ、やっぱこのキラキラで目立つんだな。ちょ、だんだん日が昇ってだめちゃくちゃ眩しくてさ、コメントが全然見えない。眩しくて。しかもこれたこ焼きの殻捨ててくるの忘れたな。てかスズメの死体どうしたんだろうね。死体なのかな本当に。あれなんかオブジェかなんかなのかな。の人が置いたり持ち帰ったりしたのかな。わしが目を離してる隙に。よし、行きます。よいしょ。さあ、まずは高岡まで。高岡までは近いね。高岡まではすぐ行けるけど、ノンタクチュに宿つできないですね。八番ラーメンはそこにあります。この八番ラーメンドライブスルーできるんですよ。
ドライブスルー八番ラーメンがあるんで。さあ、アウトレットパーク大矢部来ました。混んでる？あんだけ渋滞しといて混んでますね。駐車場満員ですね。向こうも満員だね。これは混んでるでしょうよ、そりゃ。3連休のね、真っ只中ですから。真っ只中ですが、最終日か、今日3連休の最終日だけれども、それは混んでるでしょうよ。観覧車も動いてますよ、ね、見えますか、観覧車。いや、この子に作ったね。やっぱ金沢市民の集客を見込んでんだよね、富山からっていうよりもね。富山の人間みんなファボーレ行っちゃうもんね。富山市の人たちってね、どっちかというとさ、ファボーレ行きたがるよね。さあ、今から小矢部川を渡ります。目安としては川をね、4つ渡るんですね。あ、3つかな。川を3つ渡ればいいんですよ、ね、1つ目は、小矢部川ね。で、次庄川で、次神通川で到着。その3つが目安だ。多分ほとんど等間隔で並んでるはずだから。あ、この道狭い。ここも狭い。だいぶ狭い。さっきのトンネルと同じぐらい狭い。あんな閉鎖的ではないけど、閉鎖的な空間ではないけど、だいぶ狭い。日暮橋、今かけ替え工事やってんだ。新しい橋を作ろうとしてるね。ここから先は坂はないでしょう。ここから先はずっと平坦な道ですよ。一周しそうなツーリング連中が通り過ぎましたね。今から日本一周でもするのかとね。キャンプ道具背負ってね。